ベトナムの宿泊費お得感あります。はい、はい、あ、よかった、オーダー通ったようです。美味しいです。そして不思議です。行かない、さよなら。行かないよすごいうまいごちそうさまでした。にぎわってるし、やっぱりいい店だ。ここら辺からハノイの旧市街的なエリアになります。いいわこの雰囲気、いいわ。観光地ど真ん中なのにすごいローカル色強いんですよね。そうそう、この交差点、ゴザ引いて商売してる人が道路の真ん中まで出てきちゃって交差点圧迫してたりね。もう何回も何回も繰り返し言ってますけど、すごい雰囲気がいい、だから楽しい。単にゴミを燃やしてるのかなでもこれは序の口だな。この倍ぐらい積んでるバイクも見たことあるし、僕はハノイが楽しい街ということは知ってたのですが、やっぱり楽しい街に来たら楽しいんですよ。しっかり計画立ててなくたって、なんとなく過ごすだけで楽しいようにできてるんです。ハノイ大好き。うっすら赤みがかった空がハノイ旧市街とよくマッチしてるかどうかはわからないけど、僕はご機嫌です。さっき予約したホテル見つかりました。こちらです、トラントラン。ハロー。おう、あ、this one is for free. あ、はい。And we have a coffee and tea, sugar. Yeah. Is for free. Yes. Okay. Thank you. Cool. Okay. Thank you. See you later. 18時1分、部屋に入りました。朝食付きで予約してたんですけど、旅行者多くて朝食出せなくなっちゃった。でも値引きするね、あとアップグレードするから許してねっていうことで、はい、この部屋になったんですけど、明らかにいいですね。洗面所、トイレ、シャワー、こんな感じです。水とコーヒー、紅茶無料でいただけて、あと花があって、大きな鏡があって、絵が飾ってあって、素泊まりとはいえこれで1泊3000円っていうのはいいんじゃないでしょうか。ベトナムの宿泊費お得感あります。ふう、ほっと一息。旅疲れはまだないんですけど、日常生活の寝不足とか疲れが出てる頃なので、とりあえずはゆっくりしようと思います。たっぷり休んで20時10分、夜のハノイ散策。どうも、はい、こんばんは。出かけてきます。今回の旅に向けて新しくジンバルも買ってきたので、ちょっと散歩しながらライブ配信してみようと思います。こんばんは、無職旅です。うん、やっぱり歩行者天国始まってますね。まあここら辺のんびり散歩して、今のベトナム、ハノイの雰囲気がこんな感じっていうのを味わっていただければ幸いです。楽しいですか？いや、すごい楽しい。市場を皆さんも疑似体験というか、なんだろう、一緒に散歩してる気持ちになってください。なんとなくの土地勘で歩いてます。無事にホテルまで帰れたら大成功みたいな、そういう感じですね。現在地が分かりません。困ったな。さあ、どこ行ったらいいんだろう。ハノイ散歩ライブでした。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。遅い時間までありがとうございました。おやすみなさい、さよなら。54分52秒の間スマホからライブ配信しておりました。ご来場ありがとうございました。で、保安検査とか市場とかのあたり通ってホテルのところまで戻ってきました。汗だくなので一旦部屋に戻って休憩しようと思います。休憩して体力が戻って、21時47分食事に出かけてきます。とはいえあんまり遠出すると疲れちゃうので、近めで手頃そうなお店あったらそこで食べちゃおうと思います。何屋さんだろう。鶏肉だけどお米はないのかな。お米ある、チャーハンだ。ハロー、ハマチ。シジュ。これを一つください。オーダー通ったかな。
はい、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 あ、よかった、オーダー通ったようです。隣のお店が閉めたからテーブルを近くに移動させているわけですね。もう自分の座る分は自分で運びます。家族経営って感じでとっても温かみがある食堂です。僕はお鍋指さしただけだから何が出てくるかよく分かってないんですよね。実は牛肉っぽいのが入ったチャーハンだと思うんですけど大丈夫かな。とりあえずスープは来てるので先にこれをいただいてます。牛タン定食についてるテールスープみたいな感じで美味しいです。そしてあの音は、あ、チャーハンだ。最初の入ったのは卵かな。あれ、お肉は入らないのかな。あと僕のじゃないのかな。来ました。さっき僕が指さした時は牛肉みたいなのが入ったチャーハンだったんですけど、これは何だろう、イカなのかな。具に関してはよくわからないんですけどとっても香ばしくて美味しそうなので期待していただきます。これは新感覚。美味しいです。そして不思議です。大筋でチャーハンだと思うんですけど、まずお米がちっちゃいんですよね。日本で普通に食べるお米の半分ぐらいかも。他の具もそうだし、全体的にもちもちふっくらしてて、チャーハンのようでチャーハンじゃないようでもあって、多分そういうベトナム風の料理なんでしょう。って急に電気が落ちたのはどういうことだ。あ、ついた。醤油かオイスターソースか、そんな感じで味付けしてあるので日本人的にも馴染みやすい味付けです。結構お腹減って消耗してるんでガツガツいただきたいと思います。今半分弱食べたんですけどボリュームたくさんだし具だくさんだしで嬉しいです。肉と高菜みたいなのと卵と、あとまだまだなんか入ってます。ごちそうさまでした。ここら辺小さな食堂いっぱいありますね。ここら辺コンビニ的なお店あったはずなので何か買い物をしてホテルに戻ります。いい感じのローカル食堂並んでてすごく好き。こういう場所、ホテルの場所選び正解でした。サークル系もありました。便利。なんかこぼれちゃって大変みたいですが、綺麗な店内でいろいろな商品があります。え、コーヒーコカコーラなくなっちゃった。もしかしてコーヒーコカコーラなかったので出てきちゃいました。ここで甘いの買って帰りたいんだけど営業してるかな。あれは店員さんかな。お店は開いてるんですけど店員さんが全然帰ってこないから断念。あとこの時間になったせいでしょうか、バイクの人とか自転車の人にやたらと夜の営業をかけられます。寝る前に甘いものが飲みたい。こっちもキラキラしてるし、お店あるかな。今もあの横並走されて熱心に営業されています。ありがとう。行かない。え、いや僕はスイーツを探してるんですよ。マッサー行かない。さようなら。行かない。ああ、熱心だな。僕はスイーツを探してるの。 OK じゃないよ。このねガッツの強さはベトナム特有だなと思います。でも不思議と嫌な気はしない。ちょっと面倒くさいことあるけど、はい、結構です。あの、いいのいいの、いらないです。これどうやって断ったらやめてくれるのかがよくわかんないんですよね、未だに。怒ったり怒鳴ったりはしたくないしな。行かない。さよなら。行かないよ。え？カフェだよ。え？ワンナーマーももう
眠いの僕は。懐かしい、ここ多分友達と食べて飲んだシーフードのお店ですね。であっちがより賑やかな地域。ちょっと体力なくなってきたんで引き返します。さっきの兄貴とまた遭遇して勧誘されました。ガッツあるな。まさかの理想的なお店が見つかります。チェーンゴン93デザートショップって書いてある。はい、ハロー。はい、ちょっと見せてください。スイーツデザート。あ、はいはい。あ、もうよくわかんない、視界が歪んでるけど、なんかいいのがあるはずだ。選びます。本当にジャンルもよくわかんないんですけど、良さそうな感じだったものを変えたので、これで心置きなくホテルに戻れます。22時53分部屋に帰ってきました。涼しくて天国だ。さてこれは美味しいのかどうかというより、まず何でしょうね。スプーンだし、プリンとかケーキ的なものですかね。店員さんと行き違いがあって最後やり取りがあったんですけど、どうも、周りのこの氷が7000ドンするみたいです。ホテルまですぐだからなくてもよかったんだけどな。まあ、いただきます。汗が目に入りすぎて目がしょぼしょぼする。よいしょ、硬い硬い、開かなかった、分けるの失敗しちゃった。どうやらプリンのようです。牛乳プリン的なやつかな。いただきます。うまい、すごいうまい。レアチーズケーキでした。うん、あ、ココアパウダーかとか、あと何かが眠ってました。で、複合していい味になってます。うまいやっけ。まあ、とにかくうまい。うん、あ、これは生き返るわ。買ってよかった。で、なんか硬いのがあるよ。なんか塊が入ってた。なんだこれ、ゼリー、わかんないけど、甘酸っぱいゼリーも入っていました。デリシャス。美味しいもの食べて元気が出たところでシャワーを浴びて寝ます。おやすみなさい。